チンゲール法という、博打の必勝法がある。二分の一の賭けに、負けた際に倍賭け、それを続ければ最後に絶対勝てる。数値上はそうだが、当然うまくいかないのが。さらに、二分の一の博打を、例えば三回以上連続で外す？ということはちょっと考えがたい話。この時、普通考えなくても、これ、は半丁博打じゃない？気づいても良いはずだが。民主主義は、これ、をしかし、続けた結果で膨大な借金を作って、悲痛な、事態に。収入が月30万円で、毎月20万円の利子を払い続けなきゃいけないの？何のために働くのかわからない。誰が作った借金なの？それは、その月額30万円収入の人。しかも上の認識を誤解したまま暴走した、その結果で、だ。なぜ気づかなかったのか？思想的な問題、だ。創作は博打である。民主主義の理解。